お、これはなんかチーム名の親和性を感じますね。ポイパン VS ナオリオ。さあ、両者出揃いました。いいですね。さあ、こちらは一応ジャンルはロック&ポップと伺ってますが、もうね、ジャンルはなんか関係なくなってきましたね。フリースタイル、その場の即興性、楽しみにしてます。 OK、それでは参りましょう。第3バトル目になります。コイパン VS ナオリオ DJ スタートルー、レッツゴー。ソリ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 、ボトルスピンだね。失礼しました。なんでも全部自分でやっちゃうと忘れちゃうんだよね。失礼しました。ボトルスピン参りますよ。ストップ。OK、 それではこちら先に向いたのがナオリオじゃなくてコイパン。 OK です。さあ、それでは参りましょう。コイパン先行のナオリオ高校ワンムーブは50秒です。参ります。改めまして DJ サトル、レッツゴー。バトルでした。 OK、 それではこちらも判定に移りたいと思います。
さあ、コイパン、そしてナオリオ、勝ち上がって次の2回戦に進むのはどちらか。いきましょう !3、2、1、ジャッジ。おっと、これは2対1、2対2、タイブレーク延長戦。さあ、ここは筋が気にないバトルですが、代表者1名とさせていただきたいと思います。制限時間は変わらず50秒でよろしいですか ?OK です。それでは、ただいま、票がパッツリ割れましたので、ワンオンワン、代表者どちらか1名による50秒のワンムーブで改めて決めていきたいと思います。さあ、それでは、キャッチの皆さんはその場で、旗で先ほど同様いきますが、延長だけはドローさせていきたいと思いますので、よろしくお願いします。さあ、それでは、両チーム代表者は決まったでしょうか。先行後攻もなしでいきたいと思います。ここからはもうどちらが出ても大丈夫、真剣勝負、一発勝負いきましょうか。オーライエクストラウンド参りましょう。 DJ サトルレッツゴー。さあ、ソロでね、この一発ずつの話し合い、これはジャッジを悩ませる判定になるかと思いますが、ジャッジ、大阪のすすむさんの表、なんか名前が浮いてますね、マジックでしょうか。さあ、ジャッジのお三方、両手がすでに旗にかかっております。それでは、聞いていきたいと思います。延長戦となりました、この第1試合、3回戦目、コイパン VS ナオリオ、勝利を収めるのはどちらでしょう。3、2、1、ジャッジ。3-0、おめでとう、ナオリオ。いやー、コイパンの素晴らしいチームワークとエキサイティングなバトル、ありがとうございました。大きな拍手お願いします。さあ、接戦をものにしました、ナオリオ、おめでとうございます。さあ、それではベスト8ラスト。